るしって言われたのはすごい。手づらがいいね。手づらがいいな。罪があった方が。演技だと何が出てたらね。エネルギーシートの名称でいいと思うんですね。うん。下がってるのうちに行ったら。すごい油落ちてる。おー。本当だ。すごいね、油落ちてる。あ、さっきのの3倍ぐらいしてるね。マグロですか？え、マグロがそんなに出るんですか？これ。ハラス。どこの部位かよく分かってないんですけど。一応マグロハラス焼きっていう名称なんです。そうですね、写真の感じだったら、いい感じで香りが違うと思いますね。あの焼くだけであれば、この遠赤で焼いてるんで、いい感じの焼き上がりができるんですけど、香りだけはどうしても出てきませんから。今、いっぱい入れてる、炭入れてますけど、本当に少量です。全然構いません。なんかね、その油をスポッと上がれるように置いとけばいいんで、敷き詰める必要はない。うーん、普通の球かしてるし、ね、うん、ついてる。やっぱどうしよう、油多いからこっちに。あとはその油の多いものと油の少ないものを一緒に合わせて焼けば、油の少ないものが結構効率よく結構つけられますよね。そうですね、はい、焼き鳥とかで例えば皮とかも油のものと野菜とかを使って、こんな感じで野菜のほうにちょっと蒸し煙がつけて、こっちの上に。火力が何か違いますね。ね、やっぱ炭があると結構上に全然変わるね。上に炭乗せてると火の強さも、炭の火力が、プラスされるんで、若干有利になります。